皆さんこんにちは。今日本中の注目が集まっている自民党総裁選、過去最多の9候補が立候補する中、小泉進次郎さんも立候補しています。そこで今回は小泉進次郎さんの地頭が悪いと言われている理由や、人気低迷の噂、政策の変更に逆ギレ事件について調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。自民党総裁選が始まった当初、メディア上には進次郎で決まりという空気が流れていました。例えば一部メディア上では小泉進次郎さんでほぼ確定だということから、どういう内閣になるのかを考えようではないかという記事まで組まれていました。ところが公示され、9候補の論戦がテレビや地方での公開討論会の形式で始まってから一気に雲行きが変わっていきました。例えば公示から6日が経過した17日には、自民党総裁選小泉氏の支持に陰り、日本経済新聞小泉進次郎氏まさかの伸び悩み、毎日新聞という見出しの記事が新聞およびネット上で躍り始めました。実際、党員・党友を対象とした調査の結果から、小泉進次郎さんの人気がわずか数日の間に失速し始めている様子が示されています。公示前の6日時点では小泉進次郎さんは石破さんに次ぐ2位だったのですが、公示から2日が経過した14日の調査結果では高市さんに追い抜かれ3位に転落してしまっています。さらにそこから3日が経過した17日の調査では、そこからさらに 3% も低下しています。そして石破・高市両氏におおよそ 10% もの水をあけられる状況となっています。この小泉進次郎さんの急速な失速について、公示日以降のわずか数日間の間に発せられた数々の進次郎氏の名言が関係していると思われます。例えば公示日の12日の夜、全国ネットの人気報道番組「報道ステーション」で公開討論会が開催されましたが、その際小泉進次郎さんを支援している菅義偉氏を慕う人たちはある意味派閥ではないかと質問された時、菅さんであろうと誰であろうと選挙になったら応援してくれたら一番ありがたいですよと発言しています。つまり質問とは無関係な発言をしたのです。あるいは記者クラブでの記者会見で早期解散の不条理性を指摘された際、総裁選の日に解散すると思っている人もいるがそれは無理だと、ここでも無意味な言葉を発しています。そもそもそんなことは誰も思ってはいないからです。しかもその上で、とにかく早期解散に問題はない、なぜなら僕は総裁選で政権構想を十分説明してるからだと発言しています。しかし質問に適切に答えない態度に終始している小泉進次郎さんが、十分説明しているとは到底言えません。いわばこの発言はある種の冗談というかギャグとなっていたのです。さらには地方討論会で男子学生が大学生の奨学金返済をめぐる問題について、40歳まで返済が続く中で結婚や子育てができるのか不安だという発言があった際、小泉進次郎さんは大学に行くのが全てではないという無意味な発言をしています。すでに大学に入学してしまっている大学生に対する発言としては著しく不適当です。そして記者クラブで開催された全候補者が参加する公開討論の場では、来年カナダで開催される G7 で何を発信するのかと問われた時、小泉進次郎さんは驚くべきことに外交の内容について一切触れず、ただただカナダのトルドー首相が43歳で就任したが、私は今43歳だ、だから43歳総理就任というトップ同士が胸襟を開き外交を切り開いていくと発言しています。この発言もまた質問に対する回答とはなっていません。つまりたった数日間の間に開催された何回かの公開の討論会で、小泉進次郎さんは質問に対してまともに答えないという失態を何度も演じ続けたのです。これを目にした国民は、小泉進次郎さんでは国会で総理としてまともに議論することなど絶対無理だと判断したことでしょう。自民党総裁選で小泉進次郎さんの推薦人となっている議員も高市早苗さんの急上昇でやばい、このままでは決選投票にも残れないんじゃないかと真っ青な顔で話していました。実は小泉進次郎さんの出馬会見では知的レベルの低さで恥をかくのではないかと厳しい質問が飛んでいましたが、推薦人はあの質問が現実のようになりつつあるとしています。菅さんであろうと誰であろうと選挙になったら応援してくれたら一番ありがたい、誰でも応援してほしいですという発言がありましたが、小泉進次郎さんの応援団は30人以上います。中には裏金議員や旧統一教会と関係があった議員がいます。それに配慮した発言でしょうが、誰でもいいというのは裏金議員や旧統一教会を容認と取られます。SNS でもそのような指摘が多く見られ、トレンドにまで上がりました。小泉進次郎さんの弱点、台本や想定問答がない質問にクリアに答えられないことが露呈した結果となったのです。このような経緯から小泉進次郎さんの人気が低迷してきているのです。小泉進次郎さんは9月6日の出馬会見で解雇規制の見直しを1年以内に実施することを提言してましたが、それには賛否両論が渦巻いています。経営不振などで企業が従業員を解雇する整理解雇、いわゆるリストラにはこれまでの裁判例を見ると4つの厳しい条件が付けられています。第1は人員整理の必要性で、会社の維持存続を図るためには人員整理が不可欠であることです。第2は解雇回避の努力、つまり解雇に先立って退職者の募集、出向など余剰労働力吸収のための努力を会社が尽くすことです。第3は人選の合理性で、解雇対象者の選定が合理的であることです。第4は解雇手続きの妥当性で、解雇の必要性、規模、方法、解雇基準などについて会社が労働者側の納得を得るための努力が十分になされていることです。小泉進次郎さんは以上の4要件を満たさなくても解雇できるようにしようとしています。小泉進次郎さんの雇用規制見直しの提言については他の候補者間でも賛否両論があります。明確に反対を表明したのは高市早苗さん、小林鷹之さん、林芳正さん、上川陽子さん、加藤晴信さんです。他の候補者も慎重な姿勢です。石破茂さんはよく精査して答えを出すとしています。労働組合の連合、そして立憲民主党をはじめ多くの野党は小泉提案には反対です。労働者の権利が守られなくなるという懸念があるからです。もし小泉進次郎さんが総裁選に勝利し首相になれば、野党は総選挙の最大の争点に雇用規制緩和を据えるでしょう。首切り法案というレッテルを貼って葬り去ろうとすることが予想されます。終身雇用と年功序列賃金という仕組みは戦後の日本社会に定着しており、これを一気に変えようとすれば国民は大きな不安を感じてしまうでしょう。9人もの候補者が乱立し、マスコミジャックの様相を呈しているのはそれが自民党の活性化、支持率上昇に貢献するからです。茂木敏光幹事長が政策活動費の廃止を掲げたのも政治資金問題で姿勢に立たされている状況を打開するためです。自民党総裁選とともに立憲民主党の代表選挙も行われています。自民党候補の主張はすぐに立憲民主党の代表選挙のネタに使われます。解雇規制の緩和という話はその典型例です。野党にとっては絶好の攻撃材料が転がり込んだことになります。そのため小泉進次郎さんも発言をトーンダウンし、緩和ではなく見直しだと強調しています。自民党員の中にも小泉提案に反対する者は多いでしょう。それが総裁選の投票行動にもつながる可能性もあります。総裁選の結果がどうなるにせよ、失われた30年から脱却するためにも今の終身雇用と年功序列賃金という日本的システムの見直しは必要なのかもしれません。また9月14日に行われた日本記者クラブ主催の自民党総裁選候補者による討論会では、終盤に日本記者クラブ企画委員として代表質問した橋本五郎さんが、総理大臣になった場合は早期解散を行うとしている小泉進次郎さんに、早期解散で総選挙となった場合は何を基準に国民は選んだらいいのか、せめて与野党の論戦があって、新しい総理大臣はそういう態度で国政運営しようとしてるんだなと、それを分からずしてただ選べと言ったってそれは無茶な話ではないのか、いつやるか意識的に触れないような感じがしたと質問しました。これに対して小泉進次郎さんは、これは橋本さんみたいなベテランの方だったらお分かりで聞いてるんだと思いますけど、そりゃ何月何日とは言わないですよね、直ちにできるだけ早期にと言ってますとしました。橋本さんは、そりゃ言いませんよ、早期って言ってるでしょと返しました。小泉進次郎さんは、今まるで27日に総裁選が終わってその日に解散するかのような印象で、橋本さんもしくは一部の方は言ってるかもしれませんが、それはできないんですよ、なぜならその後に主犯指名を受けてと述べ、橋本さんがそんなこと分かってますよと返して笑いが起こりました。小泉進次郎さんは、印象として間髪入れずと思われてる方はまずそれはできないんです、ただし内閣総理大臣に指名された暁にできるだけ早期に解散するというのは、判断材料がないというのは全く当たらないと思います。史上最長の総裁選ですよ。そして主犯指名受けた時にそれまでの主張とガラッと変えて選挙打つ人なんていますかと述べました。橋本氏が総裁選にしろ、みんないいことしか言わないんですよ、いいことしか言わないのを比較せよってどうするんですか。今度は総理大臣になって何をするかっていうことをやるわけですからと語ると、小泉進次郎さんが、あの橋本さんと制し強い口調で、これ我々全員総理大臣になったら何をするかを話してるんですよ、総裁になったらっていう範囲内で話している人は誰もいないですよと述べました。横並びの候補者の中で石破茂さんは苦笑しながら聞いていました。小泉進次郎さんは、総理大臣になったら何をやりたいかを話してるんですよ、それを選ばれた方がこの9人の中で誰かいつ解散するかは私以外の方は分かりません、ただ私だったらできるだけ早期に解散するというのは改革プランは明確に話しています、その上で政治と金の問題があって早く国民の皆さんに信を問うたことを礎としての政権運営をしなければどんな政策だって前に進まない、そういった判断と考え方は私はご理解いただけるのではないかなと思いますと語りました。橋本さんは、まあ一応分かりましたと返しましたが、ネット上では小泉進次郎さんの逆ギレとも取れる発言が物議を醸しています。自民党総裁選まで約1週間、誰が次の日本の総理大臣になるのか引き続き注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。